3月28日から始まりました6日間シリーズの弥生第2戦、競争水面上は今シリーズラストの攻防です。優勝戦第12レースを迎えました。6号艇の濱田隆博が動いていきます。スタート展示では6号艇の濱田、3コースでした。並びは1番2番6番ダッシュが3番4番5番3対3と分かれていました。インコース1号艇の松田、本番レース2コースに構えたのは6号艇の濱田。1号艇松田と6号艇の濱田はスタートライン閉鎖機を向けています。優勝戦第12レース対戦メンバーは1号艇松田祐希、2号艇中島光平、3号艇三好隼人、4号艇金子龍介、5号艇三宅潤、6号艇濱田隆博、以上の6選手が争います。人気の中心は1号艇の松田、本番レース2コースに構えた6号艇の濱田、3コースには2号艇の中島光平です。4コース角には3号艇の三好隼人、4号艇の金子龍介、5コースです。大外6コース5号艇の三宅潤です。3対3と分かりました。優勝戦進入インコースから1番6番2番ダッシュ3番4番5番ですスタートしました。好スタートを切ったのは3号艇の三好、内からは6号艇の濱田、一周一幕1号艇の松田が逃げる、3号艇の三好、外からは4号艇の金子、バックスレッジ逃げる1号艇の松田、内からは迫る3号艇の三好ですが、バックスレッジ先頭1号艇の松田、一定四半のリード、3号艇三好が2番手、3番手は4号艇の金子の内からは2号艇中島、その後ろ6号艇の濱田と5号艇の三宅、スタート正常でした。一周に回るホーム直線コース、1号艇の松田がトップ、2番手3号艇の三好、3番手4号艇の金子、外は2号艇の中島、ホーム直線コース3番手争いです。4号艇の金子が内、外は2号艇の中島です。2周1マークの旋回、1号艇松田、3号艇の三好、先頭2番手、3番手4号艇の金子、2号艇の中島、バックストレッチに入ります。4号艇の金子がバックストレッチ、3番手2停身ほどリードを取っています。4番手2号艇中島、後方5号艇の三宅と6号艇の濱田。2周2マークの旋回です。先頭1号艇の松田、2周2マークはホーム直線コースに戻ってきます。3号艇の三好2番手、そして3番手は4号艇の金子、4号艇の金子、4停身5停身6停身とリードを広げての3番手です。レースこれから最終周回に入ります。インから押し切って先頭です。1号艇の松田、最終周回1マーク、3号艇の三好、そして4号艇の金子が2番手3番手、4号艇の金子、外では2号艇の中島、体勢仮になく上位体勢は1番3番4番の体勢です。4番手が2号艇の中島、その後ろ5号艇の三宅、6号艇の濱田が最後方です。ラストターンマークの旋回です。1号艇の松田、今節は7勝オール3連敗、今年2回目、通算では23回目の優勝へ最後の直線コース、3号艇の三好は2番手です。先頭は1番の松田、優勝のゴリ、3番三好ゴリ、4番の金子、2番中島でゴリ、5番三宅、ラスト6番の濱田ゴリ。